長の辞職に伴う江東区長選挙が昨日告示され、新人5人が立候補しました。木村弥生前区長が公職選挙法違反事件をめぐり、就任からわずか半年で辞任する事態となり、区民から憤りの声が上がる中、候補者の論戦がスタートしました。江東区長選挙に立候補したのは、いずれも無所属の新人5人です。自民、公明、国民民主、都民ファが推薦する元東京都職員の大久保友香さん52歳。行政経験を生かし、東京都と連携して福祉や子育て分野に力を入れると訴えました。小池百合子東京都知事としっかりタッグを組んで、江東区政を必ず立て直し、前に進めてまいります。地域政党自由を守る会推薦で4月の区議選でトップ当選した前江東区議の三戸彩さん34歳。江東区に対する区民の不安の声から出馬を決めたといいます。江東区が少しでも良くなれば、日本全体が少しでも良くなればと願う区民の皆様と共に戦う、そんな区長選です。前回4月の区長選にも出馬した元国税庁職員の井野隆さん58歳。今回で3度目となる区長選では、物価高対策と福祉の充実を訴えます。物価高騰対策、そして子育て介護の支援、これらが私井野隆が取り組みたいことでございます。維新が推薦する医療法人の理事長で医師の小暮博之さん44歳、子育てや高齢者への支援などを訴えました。子育てしやすい教育、高齢者の生きがい、どれもが日本一、こんな江東区を作っていきたいと思います。立民、共産、令和、社民などが支持する前江東区議の酒井夏実さん37歳。自身も6歳の娘を育てる酒井さんは、江東区を子ども最優先の子育て先進区とするための政策を掲げます。この町で暮らしている子どもたちの声を聞き、子どもの権利を尊重し、社会で育てていく、そういった町づくりも私の役割であると思っております。江東区長選は今月10日で即日開票されます。